文殊訴訟、6カ所の、最初の訴訟や浜岡原発訴訟、福島でも福島第二原発3号機の最循環ポイントの事件、福島第一原発3号機が大爆発した現象ですが、このモックス燃料の差し止め訴訟、こういったものを担当してまいります。あと労災認定事件、そして今日も当事者の西村俊夫さんが来てくださってますが、文殊西村裁判、そして JCO の大泉健康被害裁判、まあ、こういった裁判を進めてまいりました。これらの訴訟の経緯、問題点などは、まあ、今日皆さんに差し上げることができて、本の中に入っていただきます。もともとですね、どうして私がこういう問題に興味を持ったかといいますと、まあ、今日連れ合いも来ておりますが、1974年に、4月、おそらく何日か、私が東大に入学して、そのオリエンテーションのその日にですね、同じ日に、福島に行くお父さんと私と、まあ、あと何人もいたんですけれども、このサークルに入ったと。東大裁判問題研究、これはまあ最初の1年労災の問題だったんですが、その次の年は、公害住民運動のことをやりました。でその後、司法試験に受かった直後ぐらいだったと思うんですが、東大自主講座の原子力グループという、ところに、まあ、所属するようになって、まあ、今日同じグループで所属から活動していた立野浩一さんがギターで歌ってくださることになっています。で、まあ、僕のこの問題との関わりをその話すときにどうしても話したいのは高木金太郎さんと上沢志郎さんのことです。今日は高木先生の奥様高木金太さんも来られていますけれども、まあ、このお二人に会わなかったらこういう人生にならなかっただろうなというふうに思っています。で、1979年にスリーマイル島の事故が起こったんですが、そのちょうど前の月にですね、この司法修習が開始される前の月がこのスリーマイル島の事故が起こったということで、私はその仲間と一緒にチラシを作っては、新宿の駅前に配ったりしていて、でそれで司法修習始めたら今度は水戸地裁に配属ということになりまして、水戸では東海第二原発訴訟をやっていたということで、まあ、その後JCO 訴訟で一緒にやることになる相沢さんまでの一緒にやられた訴訟を修習として勉強したわけです。先ほど、まあ、事務所に入った後のことは今先ほどお話しました。で、一つの大きな事件は文殊訴訟だったと思います。84年に事件の依頼を受けて85年に提訴、その次の年にはチェルノブイリの事故が起こって、このことをぜひとも皆さん覚えておいていただきたいのは、87年に後に勝つことになるこの行政訴訟は却下されているんですね。門前払いの却下をされているわけです。これをなんとか高裁で20キロ92年の最高裁が全員に原告適格を認めさせて、地裁に差し戻させた。で、95年にはナトリウムの漏洩火災事故が起きて、勝つかなと思ってもらってみたら、2000年の福井地裁では全面敗訴と。しかしそこで、まあ、その県と従来を期してですね、頑張った高裁の事件で、勝つことになるわけです。しかしその高裁の、判決を、お伝えすることができないまま、高木先生は亡くなってしまう。これは忍ぶ会、その亡くなられたのがこの年の秋だったんですが、12月に行われた忍ぶ会で、話している私の写真です。で、2003年には勝訴判決、これは福井地裁の前で皆さん万歳しているところです。これはやっぱりナトリウム火災の事故があったということが大きいと思います。しかしその2年後、2005年にはやはり、最高裁で逆転敗訴してしまう。これ敗訴したその日の写真です。ハンドマイク持ってなんか喋ってるのが私ですね。その隣に福武公子さんという弁護団事務局長、その隣にいるのは原子力の井上さん、そのさらに隣にいるのは、原告団の事務局長の大木曽美和子さんです。で、我々は そこでへこたれずにですね、この最高裁判決は間違ってるから再審やるんだって言って、翌月には再審請求をして、まあ、ここは明るい感じで再審請求のプラカードを掲げて最高裁の前を歩いているところなんですね。もう一つご紹介したいのは浜岡原発訴訟です。
2007年の10月26日に、静岡地裁の判決をもらうことになったんですが、もう今ではもう ここに原発があって、そして裁判が行われたということはたくさんの方が知ってくださっていると思うんですが、首都圏からわずか185キロのところでプレート境界の真上に原発が建っているということが、まあ、当時まだほとんど知られていなかったと思います。まあ、この法廷にはですね、最近大活躍されている石橋勝彦先生、田中道彦先生といった方々にも証人に出ていただいて、大変科学論争としては非常に深い内容の論争ができている、我々も手応えを感じていました。しかし、国が安全とも言っていないのに、中部電力の主張を引き移すような形で、安全だという判決が出てしまいました。これその日の総判決を掲げる私たちの写真です。今この原告団の、白鳥さんたちも今日は来てくださっております。まあ、この判決の問題ではたくさん話したいことがあります。今日はもう本当に時間がないので、想定東海地震を超える地震が発生するリスクはあると。しかしこのような抽象的な可能性の一手を出ない巨大地震を国の施策上むやみに考慮することは避けなければならない。ここにこの判決の誤りが集約されているんじゃないかというふうに思います。少しだけ原発の中の、これは実は溶けてしまった圧力容器の底の、福島では溶けてしまったところの底にこういう林のような、制御棒とかですね、モニターがあるわけです。そしてここからの水圧で制御棒を駆動する。さらにはこういう配管系なども非常に重いものを支えていて、地震の時には壊れるんじゃないかと主張していました。外部電源が非常に脆弱で、このジーゼル発電機が2台同時に壊れることがあるんじゃないかということを、我々は、まだらめ、原子力安全委員長そのものになられるわけですが、に尋問したりしていたわけです。で、実はこの裁判が結審した直後にですね、中越沖では大地震が起きまして、柏崎原発がこういうふうに壊れました。で、このことも我々は裁判所に話しに行って追加の立証をしようとしたんですが、裁判長はこのことは高知の事実ですから、弁論を再開したらもう自分たちは判決を下せなくなりますけれども、それでもよろしいですかと言われてですね、判決をいただいたところが負けてしまったということです。これがよくこんな写真があったなって感じですが、負けた直後の、右端が白鳥さん、真ん中が私で、その隣が、河合博之弁護士、そして内山茂樹弁護士、みんな悲痛な顔してますが、まさか、みんな勝つと思ってたんですね。しかし負けてしまったということです。この方がその時の最後で、判決の日に静岡地裁の前で、石橋勝彦さんが、まあ、傍聴席に入られなかったんですね。私は嫌な予感がするから入らない。やっぱさすが我々勝つと思ってるんですね。石橋さん嫌な予感がするから僕は入らないので外に出るとおっしゃったんですけど、報道陣の前でこのように言われました。この判決が間違っていることは自然が証明するだろうが、その時私たちは大変な目になっている恐れが強い。私もその話されてるのを横で聞いてたんですが、本当にそうならなければいいかなっていうふうに、思った記憶があります。この訴訟で本当に勝つことができていればですね、その後、原発の地震対策が強化されて今回のような事故を未然に防げたのではないかというふうに思うと、本当に、強い後悔があります。で、実はドイツではですね、完成しながら運転することなく裁判で廃止になった原発というのがあります。ミルハイム・ケリヒ原発というんですけれども、これは日弁連でドイツの連邦議会が始めた時の写真ですが、このドイツ連邦行政裁判所で、何千億円というお金をかけて作った原発を司法の力で止めた例があるわけです。我々今河合博之弁護士を、先頭にですね、脱原発全国弁護団連絡会というものを結成して、今日ここにもたくさんそのメンバーが来てくれていますけれども、すべての原発立地点で、訴訟を起こしている。もちろん訴訟は唯一の手段だというつもりはありませんけれども、
立法、行政、地方自治、そして司法、すべてを貫いて原発を止めていくようなことをやりたいというふうに思っています。でちょっとここで泉さんのことをお話ししたいと思います。泉さんの癌が発見されたのは去年の5月23日だと思うんですが、その前の日の5月22日の日曜日、僕は日曜しか事務所に行っていないので、ちょっと新しい事件があって一緒にやってくれというふうに頼んで、これが、藤原節夫さんも言っていいですよね、の原発内部告発事件の打ち合わせだったんです。でそこに立ち会ってくれというふうに言って、一緒に打ち合わせをして、終わった後食事に行こうっていうふうに、言ったと思うんですけど、いやちょっともう何日も食事が喉を通らなくて食べられないんですみたいなことを泉さんが言いました。で僕はびっくりしてですね、どういうことと、いや何かその前から胃腸が弱いんでみたいなことを言うので、いやそんなちょっと何日も食べられないなんてな、尋常なことではないからすぐ病院に行った方がいいということで、診断を進めたと思います。でもう翌日には、この胆のうの腫瘍というものが見つかったということを、すぐメールで知らせてくれたと思いますけれども、僕はその、彼がうちの事務所に来てからですね、もちろん分け隔てしたつもりはないんですが、彼と一緒にやった事件が非常に多い、一番多かったかもしれないなというふうに思っているぐらい魅力気があって、たくさんの事件をやりました。その中に普通の民事事件もたくさんありましたし、刑事事件もあったし、難しい建築事件とかですね、そういうことも迷惑かけたと思いますけど、最近でいうとその先ほども言いましたモンゴル西村事件や、グリーンピースの芸肉窃盗事件とか、そういう、ちょっと社会的な事件などもやりましたし、ヘリコプターの墜落事件などもあったんですね。で業務以外でもその共謀罪の反対運動の時なんかは、私は国会対策やってて、マスコミ対策は泉さんがやってくれるみたいな感じで、一緒にやったというふうに思います。NHK の報道改変問題と報道への政治的な介入というものが、行われたという、ことを、これをきっかけにして報道表現の危機を考える弁護士の会、これは泉さんの発案だったと思うんですけれども、こういうものを作って、こういう活動が今彼が編集長をしている NPJ の活動などにもつながっていったんだと思いますし、これが東電の会見に通い続けるという、泉さんの行動にもつながったんじゃないかなというふうに思います。私も実はどうしても今日までに本読んでおきたかったんで、なかなかあれ手に入らなくなっちゃっててですね、Amazon でも売り切れとかいうような表示が出てくるような感じで、彼に頼んで、送ってもらって読んだんですけども、東電と政府が福島原発で何が起きたのか、メルトダウンを隠そうとした、どのように放射性物質が漏洩したか、スピーディーを隠した、そしてそれがどのような危険性があるのか、20ミリシーグレット問題ですね、この、他にもたくさんありますけれども、一番その被災された人たちが自分の命を守るために大切な情報というものを系統的に隠したんだということが、はっきり告発されている、そういう、素晴らしい本ではないかというふうに思います。これからの原発を止める戦いについて少しお話ししたいんですが、原発というものは日本の社会の中に深く根を下ろしております。ある意味我々の人にも骨絡みに絡みついているようなものになっているような気がする。この原発を止める、これを断ち切るということは、私たち自身が変わらなければならない、そういう課題なんじゃないかと思っています。原発事故のリスクはあまりにも大きすぎるものだというふうに言えると思います。そして今回起こった福島原発事故というのが最悪のものではない、より破局的な事故が起こりうるのだということをはっきり確認して、今後の意思決定をしていかなければならないというふうに思います。電気を作るために他に手段はないんだろうか、より安全で持続可能な手段があるなら、これだけのリスクを抱えるものはもうやめようという、こういう判断、これが理性の声なのではないかというふうに思います。そのためには一人でも多くの市民が福島原発事故とこれを未然に防ぐことができなかった私たちの国の政治、行政、そして研究機関、司法、報道、こういったものの
この原発の推進に関連した全てのですね、当事者の本当の姿を知らなければならないというふうに思います。泉さんの書かれた本、そして私の書いた本はそのような同じ目的のために書かれたものだと思います。必ずや近い将来に原発のない日本を作りたいという思いを述べさせていただいて、私の挨拶といたします。どうもご視聴ありがとうございます。まあ、今回の3冊の本をご紹介いただいているんですけども、その以前にですね、2冊の本を書かせていただいておりますので、そこも含めて私はまあなぜそういう本を書いてきたのかというふうに思って、簡単にお話をすることで、大切にヒントをですね、組み取っていただければと思います。最初に書いた本はこちらになります。マスコミはなぜマスコミと呼ばれるのかという本です。これは、マスゴミという表現を使ったためにかなりマスコミからは袋ばかりになっちゃって、まあ、ちょっと反省してるんですけど、ずっと悩んだんです。私は本当はこれはマスゴミと呼ばれないようなマスコミにするためにはどうするべきですかということを問題提起するようになったんですけど、ちょっとタイトルが刺激的すぎたなと思ってですね、これ書いてあるのは当時ですね、インターネットに対する規制がかかろうとしたんです。でこれはインターネットという、画期的なツールをですね、失うとお互いに情報を伝えるということができなくなって、市民社会における、より自由な社会を出ていくということがですね、なかなか難しくなっていくと考えまして、じゃあマスメディアはどうなるかというね、マスメディアの悲惨な現状です、また怒られちゃうかもしれませんがをですね、ちょっと触れつつですね、こういうことになってるのマスメディアは、それがマスメディアではなくインターネットの世界に持ち込まれようとしているんですよ。ですからインターネット規制に対しては絶対に歯止めをかけなければならない、こういうつもりで書かせていただいたものです。いかに日本のメディアが不自由かという部分ですが、ここに書いてある表に書いてあるものです。我々が当然だと思っている新聞とテレビが軽率化している問題、政府が直接テレビ局とか放送局にメントを出している問題、こういうのは他の国では全く考えられないことなんです。政府と報道する側というのは距離を取るというのは当たり前で、それがこのような状態なのか、ありえないですね。例えば、その先ほど言ったメディアの話ですけれども、直接政府がメディアを出してですね、メディア停止なんかをちらつかせてですね、圧力をかけてですね、放送局の側は出題することになります。なので他の国では間に独立行政委員会というのをかませてですね、直接圧力を加えないようなことです。こういうことが最初に聞かれたんですけど、そうするとそれに対する反論があったんですね。そんなこと言ったってね、例えば島最後に言った独立行政委員会ですけれどもね、日本で独立行政委員会を作ったって、どうせ政治的な、ね、その自民党のね、意見があったり、他の野党の意見があったり、そんなところがやったら、そんなところが選ぶだけで、本当に独立した行政委員会なんか作れないんじゃないですかと。逆に独立行政委員会があることによって、閣議のようにしてですね、さらに余計に言うことを言うんじゃないですかと、まだマシなんじゃないですかというようなことを言われた。私はですね、これだけ各国で採用されている制度がですね、そんな重大な欠陥があるはずがないと考えて、調べたんですね。そうすると例えば、それぞれ独立性を保つために工夫してるんですけど、イギリスでは独立行政委員会とはですね、公職任命コミッショナー制度というのがあって、これは独立行政委員会だけではなくて審議会とかそういうものもこういうところが関わって採用するんですけど、こういうシステムによって独立した中立的な機関というものが実現できるようになってるんですね。この本に書いてあるのはそこに書いてあるので、要は公募から人選、面接、処理選考、面接決定、それから 大臣への不信ですね、大臣が最終的には採用するわけですので、不信、この一連の流れの中に右側に見てもらって分かる公職任務コミッショナー事務所が選定した第三者機関がですね、常に立ち会うということに透明度を高めるんです。つまり
に何か骨で採用されたりとかですね、もともと公務員だったからというだけで天下りができるようなことができないようなシステムがイギリスにはきちんとあるということで、これは十分な反論になり得るだろうと思いまして、その年のあるこれインターネットでチェックしたんですね。インターネットでチェックしたらなんとあの1ページしかなかったんですね。つまり10個しかなかったんです。私はびっくりしちゃって、こんな重大なものが、はい、検索かけて10個しか出ないんじゃダメだと思って、その年のそれだって年末だったんで、その年の正月休みを全部潰したんですね。それで1週間あこれを書いた覚えがあります。でさらにそういう問題を続けていく中で、システムの問題というのは独立行政委員会だけの問題なんです。ヨーロッパとかアメリカと比較するとですね、いかに日本では民主主義的な制度というものが検討されていないのか、情報公開制度の問題、選挙制度の問題、電力制度の問題、教育における支援として準備なされているかどうか、こういうものが全く日本では全くと言っていいほど採用されていない。そのことが我々自身に分かる形での情報提供というのは全くなされていないので、これは何か書くしかないなというふうなことを思ってはいたんですが、なかなかお仕事が忙しくてですねできない。そこで起きたのがこの3月17日、3月17日なんですね。3月16日から私は先ほどご紹介していただいたように東電の記者会見に連日参加するようになりました。4月14日この会見が政府と東電の合同会見というように形を変えました。それ以降も私は参加しておりました。で、先ほどここ売れっ子で、亡くなって手になかなか入らないというご説明していただいた本がこの本なんですけども、有事のところありますので今日はたまたま1600円ぐらいで今日はご用意しますので、できればと思うんですが、この本をですね書くことになったんですけども、これはその記者会見で、起きたことをそのまま説明した本なんです。この本を書くに至ったきっかけは、要は私は病気っていうのが分かった後、家で、通院しながら抗がん剤を打っている時ですね、あるジャーナリスト志望の学生がですね、ある討論会でですね、これだけ重大な事故で東京電力が嘘をつくはずがないんだというこういうことを、ね、言ったらしいんです。私はそれを聞いてもびっくりしたんです。そういう人がジャーナリストになる、そういう認識を持った人が一般的な学生の認識なんだとするならば、これはそれに対してきちんとそうじゃないんだよということを申さなければならない。そう思って、教長所である木野さんに声をかけて、ご家族団に、何しても私たちにしましょうということで、作ってきました。で、どのように情報を隠したのか、これはちょっと生態文化に引用させていただいているんですけども、こういう形で、作ったものですね。一つだけ紹介させていただきますと、先ほど海部先輩の方が言っていただいた通り、健康ケアの問題についてですね、これ未だにマスメディア増えてないと思うんですけれども、100ミリシーベルトまで安全だということで、実は4月の11日の段階で言っちゃったんですね。4月の11日の段階で100ミリシーベルトまで安全だという証明は安全委員会がメディアにマスメディアに配ったんですね。これは完全なデタラメですね。完全な嘘です。左肩ですね、腰重心のところになって100ミリシーベルト前の以下では健康への影響はないと、これは嘘だということで、5月の頃にですね、私が入院する前に米中安全委員会がその先ほど言った合同会見をしたので、健康被害と放射線の量というのは比例的に考えるんでしょうということを確認させて、そうですということを言ったんですね。で、20シミシーベルトも安全だみたいなことを言ってるけど、そうじゃないでしょと、その通りですねということで、見解を変えたんですね、5月の段階で安全だ。ところが、我々はこの書面の存在してなかったんですね。4月11日に配られたこの書面のことをしてなかったんです。そしたら、なんと、このまま放置されてですね、私が退院してこの書面を発見したんでして、なんでこれこのまま残してるんだと言ってやっと直したのが10月です。5月から10月までの間、これは放置された。これはマスメディアの方も知ってたんだけれども、どこも報じなかった。ここに
本当に重大な問題がやっぱりあると、象徴的な出来事、まあ、このことも含めて10章ぐらいにまとめて、書かせていただいたのが先ほどの本です。でそれを踏まえて、それと裏腹になるんですね。これはまだ出てません。これは書いたという意味で対談集なんですけれども、先ほどの本は柳の書店という硬いですけれども、そこではちょっと書けないような裏話をですね書いた本を創作して、今上杉さん、ね、がコーディネーターとなって、先ほどご紹介した金野さんと共に、振り返る対談集ということで、畑山さんがですね編集していただいて、これはおそらく2月号には刊行されるんじゃないかと思っております。でこれで最後ご紹介する本なんですけども、そういうその、事実、実際に私が目撃した事実というのは衝撃的でした。実際予想していたよりもさらに深いものを感じました。我々は本当に主権者としての情報を得られているのか、主権者としての工業構造あるいは政策決定に関わるようなことに関与がきちんとできているのかということを考えるようになったわけです。皆さんおそらく原発は危険だし不要だと思っていた、原発の再稼働は許されないと今も思っている、エネルギー政策から原発というものを使うということはもう考えから外すべきだと、こういうふうに考えていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。これらの意見というのはどこまで政策決定に反映され、これから反映されるのかというところについては残念ながら非常にネガティブな見通しを持たれない。じゃあなぜ反映されないのかとなりますと、そこは反映されるための実というのがこれまでおろそかにされて、結局右肩上がりの経済成長の中で、我々はどういうかというふうに考えています。海外のシステムを少しは私自身はこの間、ブログ等を書くことによってですね、いろいろこうして知るようになったので、そうするとそれを伝える義務がやはりあるんだろうなと、知ってしまった以上はそれはやっぱり伝える義務があるんだ、社会の一員として伝えなければならないんだろうな、そういう思いが来たものですから、もともとさっき言ったようにこういう本を書きたいと思って書かせていただくことになりました。このことについては東京新聞の方でですね、取り扱っていただいて、受付の方にもありますので、もしよければお帰りに読んでいただけるんですが、主権者として振る舞うためにはですね、やはり必要な情報を得るということ、それからその判断に基づいて本当に自分がこの人に代表になってほしいという国会議員を選べてますかという問題、なかなか難しいですよね。本当に選びたい人、原発の問題だけ考えたって、今二大政党のに、ね、言っている原発政策に賛成する方々が過半数占めているって本当に言えるんでしょうか。3つ目が、そういう一旦選んだと4年待つんじゃなくて、新たな政策が必要になった時、あるいはそれぞれの個別の政策課題が生まれた時にですね、それに対して自分たちの意思が反映されるような仕組みがちゃんとありますか。さらに行政というのは膨大で、全て国会議員だけで目が行き届くわけではありません。ですのでその行政だけだとチェックする補完的なシステムがきちんとありますか。最後に我々自身が主権者として振る舞う教育を受けているんだろうか。マスメディアが流す情報をきちんと判断して、これは嘘だとか、これは正確だとか、これはもしかしたら何か傾向的なものに引っかかっているんだろうか、そういうのをきちんと判断するような勉強しているんだろうか、こういうことをですね、各国で、この制度を紹介した本です。でこれは500円ですですので、ぜひ一食抜いてですね買っていただいて、ああ一食抜いてよかったなと思ったら、ぜひ7食ぐらい週ね、1週間ぐらい昼飯を抜いてですね、周りの人に配っていただいて思ってます。もう少し時間いただいて、私の菩薩のお話はこうなんですけども、
早速ですね、まあ、今絶食の話もしましたが、絶食以外にもできることがございまして、今現在この会議、あ、ここの場所を中継してくださっているニコニコの魔法僧とか、あ、岩上康美さんが言っている IWJ、この辺り、ここら辺のインターネットメディアというのが、実は東京電力の会見を生中継してくれたんですね。あの東京電力の会見をもし生中継されなければ、一体どんな会見が行われているかということは分からなくて、私自身が会見場に行くこともなかっただろうし、このような機会を持つこともなかった。そういう意味では、非常に、その2つの新しいメディア、インターネットメディアについては、バックアップを、ね、したいと思っておりました。さらにアワープラネット TV という、ね、現地で非常にお母さん方の信頼を得られるような形で頑張っていらっしゃるインターネットメディア等もあります。私自身が編集所という形で関わっている、まあ、NPJ ニュースフォーザピープルジャパンというこれもインターネットメディアなんですけども、こういうものについての宣伝と紹介しているパンフレット等もありますので、ぜひですね、こういうところにですね、支援をですね、していただくことで、結局彼らも食事をしなければ生きていけませんから、きちんとやはり支えていただくということも重要だと思いますので、お願いしたいということです。それからこの場を借りて事務所を、こういうような機会を設定していた事務所の社長先輩と、それから仲間たちにですね、本当にお礼を伝えております。私はその高校の住所に入るときに、非常にそのフランクな雰囲気に住所が持たれたんですけども、いろいろ調べていくうちに、非常にこう第一線で頑張っている、まあ、その道それぞれで、まあ、大事にしたと言われているような方々が先輩なんだなということが入る前だって、だんだん分かってきてですね、入る頃にちょっと怖くなってですね私が彼らみたいにこの住所を引っ張っていかなきゃいけない立場になったときには、なんだ、あいつの世代になったらもう全然ダメじゃねえかみたいに言われてやだなとか思って言ったんですけども、まあ、幸いと言いますか、そういう意味では私はそのプレッシャーから逮捕されていますので、まあ、ちょっと肩の荷を負ったかなと思ってるんですけども、今回病気になったことを通してですね、非常に経済的な面も含めて、事件の質も含めて支えていただきました。からまあ、いろんな事件と通してですね、一緒にいただきましょう。やっぱり仲間たちが、まあ、いろんな形で経済的に物資量もですね、支えていただいておりまして、まあ、そういうようなことなんですけども、本当にそのないです。さらに、まあ、今日ここに来てくださった皆さん、それから通通してお話を聞いていただいて、来てる皆さんにも本当にありがたい、そう思っております。今日この場に皆さん全員が来ていただいているかどうかわからないんですけども、私は正直言いまして、5月の末の段階で、まあ、半年ということがありました。今、まあ、ある意味では表のおまけの状態で生きていたんですけど、そういう状況を目指していただいた、さまざまな両方チームといいますか、主治医では岡山先生、それから免疫療法をできる病床薬に行くの松井川委員長、それから全部代替医療を受けていまして、まあ、中国医の本庄先生とか、理学療法士の中村先生、鍼灸師の本庄先生とか、ご伴と言われている高橋先生とかですね、そういう方々に話されて、今、来ているということで、ありがとうございます。まあ、その少しだけ病状の報告をさせていただいて、3つお願いして私の話を込めたいと思います。病状につきましてはですね、まあ、私は今のこのがんとの闘病法という旅を参加するためにですね、まあ、命をという、まあ、大義をかけているわけですので、せっかくそこで得た貴重な情報はですね、同じようなことに苦しんでいる方に参考にしてもらおうと思いまして、非常に詳細な形でブログの方で説明させていただいておりますので、もしよければ、読んでいただければと思うんですけれども、簡単に説明しますと、まあ、最初に宣告を受けた段階で、いわゆる手術と、それから X線の治療であるということで、まあ、
学療法をしたんだということでした。で、まあ、学療法といっても胆のうがんというのはそんなに種類がありませんので、実際に効くということにされているのは3つなんですね。私は一通り3つを経験しました。そろそろ上がったり下がったり、いわゆる腫瘍マーカーですね、数値が上がったり下がったりするんですけど、まあ、そろそろ3つの効力というのは、まあ、いわゆる体制を抗がんというのを持ってしまうんですから、なのということで、そろそろそれではいわゆる奇跡というものですね。まあ、私は奇跡ではなくて何がしたの科学的な理由があって、それも実現するんだと思っておりますが、その奇跡というものが、まあ、求められる段階に入ってきたのかなというふうに思っています。で、その一つ目の願いはですね、ぜひですね、まあ、ひずにということをもし思い出していただけるならば、ぜひ気をですね、送っていただいて、皆さんの気を受けてですね、私は頑張ってきたと思います。で、二つ目は、まあ、そういうひずが言ってたですね、まあ、マスメディアを改善するであるとか、あるいは国有主権というものですね、実現するための仕組みというものについて、今一体どういうふうに動いているんだろうなということをちょっと考えていただいたり、何ができることがないかなということで、一つでもしていただければ。3つ目は、そういうシステムにあるがゆえに声が上げられない人、声を上げてもそれが届かない、国内だけでなく世界中にいます。沖縄の人たちは非常に実は日々を超えてこられたし、これから不死の方とかそういう日々を超えることがあると思います。世界の面では中近東の問題があればアフリカの問題があります。アーガンから、イヤの問題もですね、果たして一方的にマスメディアが流している情報だけのようなテロリストと決めつけられる状況になるでしょうか。アジアに向けば北朝鮮では未だに抑圧された、自分の国の政府に抑圧された方々がありますし、中国では少数民族の方々が今厳しい状況に向かっています。そういう人たちの声を耳に耳を傾けて、ちょっと今日はその人たちに耳を傾けてみようかな。今日はソマリアデーだとかね、今日はチベットデーだとか、そういうふうにして、そういうことを声が届かない、いい人たちにぜひ耳を傾けていただければと思います。先ほどお話したように、まあ、客観的にはですね、まあ、これが皆さんとお話できるフルサイズになるかもしれませんけれども、主観的には、まあまあ、私はこのシステムがどのように改善されたかということについて、検討できる、まあ、皆さんとお話できるような機会ですね、ぜひ持ちたいと思っております。NPJ の編集長として、対談を企画を週に1回、月に1回ずつ、10番勝負という形で今まで2番やってきています。3番、4番、5番とこれからも続いたと思っていますし、さらには絵本をですねちょっと書きたいなと思って、まあ、大きな木の上の、まあ、大きな木っていうような形ですね、ちょっと絵本を書いていくストーリーができているんですけれども、本当に今絵本ですね、この新人の方が作りたりしまして、まだまだ私はやりたいと思いますし、やりたいと思っております。その、まあ、宮里の方からも話がありましたけれども、まあ、今日という日はですね、民主主義を、まあ、充実させるシステムをですね、採用させるための、まあ、静かな革命、主権在官から主権在民への、まあ、静かな革命のための一静かの一つとなるような機会になれば、嬉しいと思います。ありがとうございます。